こんにちは、ライムです。ということで今回は全人類待望の得意バトルタワー異形の蹂躙魔B25 回バハムート限定武器バハムート体験のみで攻略解説。いや、さすがに難易度高くなってきたって。ここさすがにね、さすがに難易度高いです。いよいよですね、限定武器を25回にして解放 した。もうちょい頑張ればいけなくはないかもしれないんだけど、逆に編成難易度上がっちゃう。限定武器を使わないようにすると他のところで結構ガチガチまで上げる必要が出てきたりとかね、しちゃうんで。まあ今ね、1周年イベント中でバハムト体験とかほとんどのユーザーが、まあ、取ってると思うんですよ。ということで、まあ、バハムート体験だけは解放した。あと、サブ武器とかで一切装備していないので。はい。ということでですね、今回バハムートの解説していきます。今回のこのバハムートね、召喚獣の試練の EX2 のバハムートがいるじゃないですか。あれよりもちょっと強い。火力が上がってたりとか、するので、その分耐久が必要なんですよね。 EX2 より多分 EX2.5 ぐらいの強さはあるので、もうさすがにですね、今現状のバハムート EX2 は結構楽になってたかなと思うんですけど、改めてね、いや、この 2.5 のバハムートやると結構強いというか、普通に EX2 と同じぐらいの水準の装備でいくと普通に死ぬねっていうぐらいの強さになっているので、はい。ただやってくる行動パターンとかは全く一緒ですので、基本的に EX2 の攻略通り通じます。ただそこに加えてですね、仏棒だったり魔棒とかをさらに上げて耐えるっていう手段が必要になってくるっていうだけですね。はい。で、まあ一応おさらいなんですけど、どんな攻撃やってきたかっていうと、まず最初カウントからのメガフレア使ってくるんで、でこのメガフレアの前の、フレアオーラかな、でバハムートの魔法が上がって、こちらの魔法が下げられるので、この待機時間中に即時で魔法バフと魔法ダウンをやっていく必要がある。でバハムート EX2 ぐらいまでだったら魔法2段階アップとか、それから魔法ダウン2段階でも、まあ、割と間に合ったんですよ。ただ今回ね、1回目のやつは全然中途半端なダウン状態でも耐えられるんだけど、2回目以降のメガフレアが超威力になるので、なるべく3段階以上同時にできるやつを持っていかないと厳しかったりしますので、6突以上だからなんだかミドルディフェンダーとか仮に使うんであれば、あとなんだろうな、魔法を下げるやつ、まあ、いろいろ、まあ、レッド13でもルティアでもいろいろいるかなと思うんですけど、そういったやつも、まあ、なるべく3段階同時一気に下げられるやつがあるといいかなっていうところがありますね。はい。で、あとは、推奨ステータスですが、魔法はまあ150以上とはなってるんだけど、まあ、HP もだいぶ変わってくるの、バランスで変わってくるとは思うんですけど、なるべく高ければ高い方がいい。150以上は必須。HP も1万以上は必須。で、あとはまあバフ、デバフに関してはもう仏光、魔光ダウン、全体の仏棒、魔棒アップも推奨って感じだね。特に魔光ダウンと魔棒アップは必須中の必須なんで、仏光と全体仏棒はまあなるべくあった方がいいよねっていう感じ。あともう一個安定させる方法として、いわゆるリミットブレイクチェーンだね。今回のギルドバトルでも非常に有効に使えましたが、これ、ヘビーストライク一発ごとに LB チェーンを使ってあげると ATB に余裕ができて、その間ですね、ヘビーストライク食らっても即時回復できて、また2回目のヘビーストライクもちゃんと食らうことができるとか、そういった立ち回りが有効になってきますし、この ATB がね、時間が伸びて ATB も増えるということで、火力にも貢献できる、ギリギリでちょっと倒せないんだよねって人は LB チェーンを1回ずつ細かく入れていくことで結構時間伸ばせます。結構ダメージを与えることができるんで、そういったことを工夫してやっていくと、まあ、耐久しやすいかなと、まあ、特にですね、ヘビーストライクのところだね、最初のストリームフェーズ前のところと、あとストリームフェーズ5のタイミングでまたヘビーストライクのフェーズがやってくるんで、
そこで LB チェーンとかしっかり重ねてあげられるといいかなと。ついでに仏甲ダウンとか、それから仏棒バフもね、しっかり入ってるとかなり安定する。で、あとストリームフェイスひし形サイン破壊なんですけど、これはね、ひし形サイン破壊の専用キャラはいりませんので、これも一緒だね。なんでキャラ替えしながら ATB3 の技連打で破壊できるから、オートだとどうしても ATB4 の技を優先しちゃうんだけど、ここはね、手動で細かく切り替えて3キャラとも ATB3 の、まあ、マテリアとかそういったもので削ってあげると壊しやすい、すぐ壊れるんで、ここはもうしっかりやりましょう。まあ、今回のギルドバトルポチポチやってた方はまあそんなに難くない作業かなと。ギルドバトルとかねやってる方は今回アビリティ打つたびに切り替えてたからね、まあ、あの操作もう慣れちゃってると、さすがにもうなんかすげえ楽だなって思ったよね、あれね。よくよく考えると今回のギルドバトル常にあれやってたもんね。はい、でまあということでパーティー編成紹介したいなと思います。はい、まあこんな感じですね。まずメインアタッカークラウド、まあ、先ほども言った通りですね、今回限定武器一つだけ使わせてもらってて、バハムト体験ですね。これは無属性物理かつ、それから初回のみヘイスト、HP50% 以上の時敵全体に4万の追加ダメージということで、まあ、これを採用しているということだね。ライザミも非常に、まあ、優秀なものとなっております。で、本来であればメインにバハムト体験装備したかったんだけど、ちょっとね、あの先ほども言いました HP が一番低い味方に単体攻撃がやってくるという都合上、クラウドの、まあ、耐久値は最低限にしておいて、まあ、火力だけ稼げればいいから、なんで、一番低いキャラを今回マットに設定してありますので、マットの HP より高めにしておきたいということで、メイン武器こっちのバンデージソードにしてる。でバンデージソードで味方全体の魔防をダイアップできるんで、先ほど言ったフレアオーラー食らった時にですね、これで3段階アップを、まあ、3回くらいしっかりしていく。で HP アップついてるからね、これで HP 上げられます。はい、でサブ武器ですが、キラーホーネット、マリタイムソード、それからパンプキンランプポストだね。これあえて弱くしてるからね、アビは、まあ、これでも結構余裕あるね。バハムト体験強いんだなって思った。でステータスですが、 HP が 14,205、 仏甲 5,343、 仏棒152、 魔棒182、あとライズアビ HP レベル6、仏棒レベル2、仏アビ力レベル5、仏甲レベル7、アビ力レベル3ということですね。でリミットブレイク第3のクライムハザード、これチャージスピード速いんで遅延しやすいです。あと今回ヒーラーの剣タンク役のマットだね。 HP が 11,681、仏棒192、魔棒207、注力3370、メイン引きセンチピード、これで全体回復しながら仏棒アップします。あとスリークドルクス、これで仏甲ダウンして、でサブ武器はもう、まあ、2つ配布だね。暁の祈り、これ仏棒と魔棒アップで、チョコボステッキで注力と魔棒アップで、あとはマーチングラッパですね。はい、でライズアビ魔防レベル4、注力レベル10、バフデバフ時間延長レベル5、HP アップレベル3、仏棒レベル2ですね。はい。であと最後のキャラですが、ルティアだね。ルティアはね、武器の都合上 HP が勝手に上がっちゃうんだよね。別に上げようとして上げてるわけじゃないです。HP が 16,358、こんないりませんからね。仏庫5,139、仏棒146、魔防が205。で、メイン武器がナイトジャーですね。よくよく見たらさ、存在忘れてたけど、ナイトジャーってひし形サイン破壊じゃん。これ僕、なんかあれかもしんない。マテリアで殴ってたかも。まあ、どっちでも結局壊れるけどね。どっちでもいいんだけど、ナイトジャーの方が早いね、これね。普通に考えたら。で、なんでナイトジャーかっていうと、まあ、ひし形サインはあんま気にしてなかったんだけど、仏棒大ダウンだね。これでクラウドの火力上げてやろうかなと思ってたんだけど、多分ね、これなくても全然大丈夫。バハムト体験だったら。全然火力出るわ。全然余裕あった。ので、まあ、大丈夫かなとは思うんですけど、まあ、一応ナイトジャー持ってる方あるとね、クラウドの火力の補強ができます。あとマッドミニット、これで魔光ダウンができるんで、これとね、そうナイトジャー両方 HP だから超上がっちゃう。でサブ TO3 モデル N、 仏光と仏アビ力ついてますね、これね。あと風切り、
エネミーランチャー。で、ライズアビ、HP アップレベル9、いんねー。魔防レベル2、アビ力レベル4、物アビ力レベル7、仏光レベル6、バフデバフ時間延長レベル3、攻撃レベル3ということだね。ステータスは言ったね、さっきね。はい。で、シューティングチェアですね。これも味方全体ブックアップですが、これも LB 遅延として使っていくといいと思います。はい。効果時間短いから注意ですね。というところでしょうか。今回はね、ちょっとナレーション、後付けナレーションつけてみようかなと思います。昨日ですね、X で結構ライムさんのこのナレーション、昨日の24回の動画かな。で、喋りながらやったんですけど、まあそれが、その方が分かりやすいと、あと普通に単純に動画としても面白いというね、建設的なコメントをいただいたので、ちょっと後付けでコメントつけてみようかなと思います、この後。はい、ということでやっていこう。マイル、はい、後付けライムです。まず開幕このダークオーラで、このごめんこの後だね、これフレアオーラで魔法アップするんで、このタイミングで魔法バフと魔法ダウンをしっかりしていく。でこのタイミングだとマットね、マジ何もやることないんで ATB 貯めておきましょう。メガフレア食らった後にすぐ回復するんで、今オートだとね、 X ショットで、ただこれちょっと僕殴っておこうかなみたいなノリで殴ってるだけなんで。あ、でもこれあれだね、ナレーションで喋るとさ、やっぱ余裕あるね、普通に。やっぱ このスタイルの方がいいのかな、喋る余裕がめちゃめちゃあるね。やりながら喋るとさ、やっぱプレイも集中しないといけないし。でこっからクラウドさんもうね、シフトゲージも溜まってるんで攻撃連打で、ルティアさんナイトジャーで防御ダウンしてあげて、クラウドの火力を上げていく。でゲージはね、余裕で壊せるんで、別にここで LB 使う必要もありません。クラウドヘイストついてるからね、めっちゃ早いわ。早い、序盤の削りがすごいもんね。もう4分の1削れてる、これもしかしてすごいね。でここで LB チェーン使っていきます。これ今わざと一発目食らって、魔法ダウン今されたんで、ちょっとねこの後クラウドとかで魔法バフ上書きするための余裕も作っておく。でこの後ヘビーストライクのターンが来るんで、ここでまた LB チェーンしていきましょう。でこれもまた LB 遅延しましょう。で注意してほしいのは、マットの回復判定が出る前に押しちゃったらマットも回復してないことになっちゃうからね、注意してね、タイミング見極めてしっかり。でこうすることでしっかりダメージも耐えられるってことだ。うん、でさっき下げられた分はしっかり上げておきましょう。この後またね、メガフレア飛んでくるんで、ここである程度魔法バフを取り返しておかないとしんどいんですよね。あれでもこれ壊せんだっけな、メガフレアのゲージ。まあこれ仮にこのメガフレアゲージ壊せなかったらメガフレアが飛んでくるんで、その場合はしっかり、やはりさっき言った通り魔法バフが下がってるとマジで死ねるので。
で、ここはね、余裕あるから、LB 打っちゃっても OK。また溜まり直すんで、次の単体攻撃。エアリアルレイブとか、クローラッシュのゾーンはどっちにしても LB 遅延できないゾーンになってるから、ここで全然 LB 打てるなら打っちゃっても OK。で、魔防バフと魔鋼ダウンをしっかり打って耐える。はい。で、またすぐここで即時回復しておきましょう。マットはね、エメガフレア前に ATB しっかり貯めておくと余裕があります。で、次、エアリアルレイブフェーズかな。次クローラッシュが飛んでくるんで、これもですね、しっかりぶっこうダウンと仏棒バフ状態で受けるようにしましょう。これで仏棒3段階で、今まだ敵がぶっこう3段階状態なんで、今万全の状態だね。これで受けられる。そろそろ仏棒バフが切れそうなんですけど、バフでバフ時間延長のおかげでここは持ちましたね。オッケーオッケー。9800引いてます。 HP の高さが。で、次ストリームフェーズが始まりますが、ここはクラウドとマットを操作して、ルティアはもうナイトジャーでいいんで。ほら、ここちょっと間違えたんだよね。ナイトジャーだったら壊れてたっていうバカですねこれね。はい、さあここ単体物理フェーズ、ヘビーストライク、あ、ごめん、ヘビーストライクは魔法だったわ、これ間違えた。はい、まあいずれにしても単体攻撃が飛んでくるんで、さあ斬撃に踊ってください。イエーイ。OK。 ここ耐えれなかったらね、普通にヘビーストライクはディフェンスシフトで受けるのがベストなんですけど、倒せちゃいましたね。ただまだこの後余裕あります。もう一回メガフレア来て、その後カウントの最後のメガフレアフェーズがあるから、だいぶ余裕あるかな。はい、ということで、まあ、こんな感じでやってみました。ぜひ皆さん、まだ勝ててないという方はお試しあれ。といったところで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考にならないよね。参考にならないけど、面白いなって、ティファちゃん可愛いなって思った方は、チャンネル登録と高評価とメンバーシップの登録をどうぞよろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。